居飛車将棋研究室にようこそ。今回は初段を目指すための将棋勉強方法パート3、勉強をしているのに強くなれない人の特徴について、アシスタントの生駒千穂が説明を行っていきます。よろしくお願いいたします。最初に勉強方法が悪いについて説明をしていきます。自己流に走り、これが一番良い方法だと思っているが、実は勉強している時間の割に強くなれない、つまり効率が悪い場合があります。他者に今の勉強方法を客観的に判断してもらったり、他者の勉強方法の情報収集をし、自身と比べたり取り入れたりすることが大切です。また序盤、中盤、終盤をバランスよく勉強をしていない、つまり勉強の偏りが原因の場合があります。自身の弱点を対局内容から分析し、弱点の部分を強化し、全体のバランスを考えることも大切です。次に理解はするが覚えていないについて説明をしていきます。手筋や攻め筋など勉強により理解をするが、記憶をしていないため実戦で使える状態になっていない場合があります。その時に理解をしても次の日に覚えていないなら、当然対局で勉強をしたことを出せるはずがありません。理解したら次はそれを記憶して脳に定着させる必要があります。脳に記憶を定着させるためには、一度記憶しても一日経てばほとんど忘れてしまうので、期間が明けて再度同じ内容を記憶し、脳への定着を確実にする必要があります。次に見落としや勘違い、読み忘れが多いです。角の利きの見落としや桂馬や飛車の見落とし、相手の持ち駒の確認不足と盤面の認識不足から不利になる場合があります。四隅の香車を見るような意識で盤と顔を離して盤全体が見える距離から確認する癖づけが必要です。また読み忘れにより予期せぬ変化手順になる、もしくは理想的変化手順しか読んでいない場合もあり、読みの力が足りないのが原因なので、詰め将棋をして読みの精度を上げる必要があります。次は気持ちが緩んでいるです。ネット対局でありがちですが、相手が目の前におらず、いつでも手軽にできる分、緊張感が薄れ、なんとなく対局をしてなあなあな感じで負けてしまうことがあります。緊張感がない分、慣れ合い対局により気持ちが中途半端なため、実力を出し切れず負けてしまいますので、勝ちたいなら気持ちを引き締めて戦うことが望ましいです。今度は過度の緊張によりミスをするです。対局に緊張感は必要ですが、あまりにも緊張をしすぎるとそれはミスを招く要因になります。緊張しているかどうかは心拍数や手汗などで判断し、もし過度な緊張状態なら深呼吸をしたり、周りを見渡し気持ちを切り替えたり、首や肩のストレッチをして気持ちを落ち着かせましょう。心身が疲れていて頭脳勝負ができる状態ではないと、やはり実力が出し切れず負けてしまいます。試験でも競技でもそうですが、心身の健康が結果に大きく影響しますので、勝ちたいなら対局前の心身の状態を考えてから行いましょう。また寝不足はある種の酩酊状態のため、やはり勝率を大きく下げる原因になります。次に早指しをしているです。詰将棋で深く丁寧に読む訓練をしているのに、3分切れ負け等の早指し対局をすると、読みが浅く指し手が雑になり、気力が向上するどころか低下をしていきます。気力向上のためには詰将棋で訓練した深く丁寧に読む力を存分に発揮できるように、
早指し対局は避けた方がいいでしょう。次は切れ勝ちをしているです。10分切れ負け等秒読みがない対局は勝ちたいため時間攻めして勝とうとしますが、これでは気力向上につながりません。自分の実力で勝ったのではなく、時間攻めで勝てただけだからです。目先の薄い勝利よりも本物の強さを手に入れるためには、時間の切れ勝ちではなく詰まして勝つことを心がける必要があります。次は実戦ばかりして強くなれると思っているです。ある某プロ棋士が初段になりたいなら先輩しろと言ってますが、これは単に先輩するほど対局をしろという意味ではなく、一局に対し感想戦とそれに付随する勉強をして次の対局に臨み、それを先輩するまでやり込めば初段になれるという意味で、単に対局するだけ強くなるわけではありません。ボクシングで言えば、間違ったパンチの仕方でいくら試合をしても勝てるわけがなく、パンチの基本を学び、筋トレをして、フットワーク等の練習をして試合に臨むのと一緒です。そして弱い相手とばかり対局しているです。負けたくないために弱い相手とばかり対局をし、優越感に浸っていると将棋は強くなれません。むしろだんだんと弱くなっていきます。優越感との代償に支払うのは気力の低下です。気力向上のためには同レベルか少し強い相手と対局するのが望ましいんです。今度はプラトー現象になっているです。プラトー現象とは、学習を続けているにもかかわらず成長が停滞してしまう時期のことを指します。勉強をすればそれに正比例して気力も向上すると思われますが、実はそうではなく、ある程度気力が上がった段階で一旦成長が止まります。その後いくら勉強をしても気力が向上せず、一定の時期が来ると再び気力向上し始めるの繰り返しになります。これは勉強をしたことを脳が処理しきれていないことが原因です。つまり脳が勉強した内容を整理整頓をしている状態のため、気力が向上せず、整理整頓が終わったら気力が向上するという具合です。これに気づかないと才能がないとか勉強方法が間違えているから見直そうと混乱が生じます。最悪もうやめようと諦めてしまう人もいるでしょう。これがプラトー現象の図解です。これを見ると練習量に対して上達は比例して伸びず、停滞している期間が一定数存在するのがわかりますね。この一定期間の停滞はどれくらいかかるのかは定かではありません。ちなみにプラトー現象とスランプは違います。プラトー現象は成長の停滞を表すもので、いつまでも新たなことができるようにならないという状態を表します。一方スランプは、できるはずの、できていたはずのことがうまくできなくなってしまう状態です。プラトー現象は、成長の停滞、スランプは能力が出せなくなってしまうこと、と、両者の違いも一応覚えておきましょう。最後に、プラトー現象を乗り越えるためには、です。自分がプラトー現象に陥っていると認識し、この状態はいつまでも続かないことを理解し、モチベーションを維持し、今までのスタイルを続けるのもいいですし、もしくは気分転換に別の勉強方法をしたりして、とにかく勉強することを止めないことです。将棋動画を見たり、棋譜並べをしたり、ネット対局観戦をしたりと、まったり過ごすのも良いと思います。いずれにしてもプラトー現象が終われば必ず気力は向上しますし、誰にでも訪れる現象なので悲観することはありません。ですので今はプラトー状態になっているから、これを乗り切ればまた強くなれると
信じて乗り切る気持ちが大切です。以上で今回の研究内容は終わりになります。いかがでしたか？自身に当てはまっている箇所はありませんでしたか？最後まで見ていただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。ありがとうございました。失礼いたします。